はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。夏美様、龍斗様、とし子様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、役立てたいと思います。抗がん剤自宅療養中なんですけど、腹痛が止んできたんで、やっとですね、なんか腹渋い、3日かかったかな、抗がん剤やって腹渋い、なんとなく痛い、まあ食えてはいるんですけど、昨日体重測ったら48キロでした。バクバク食ってるんですけれども増えません。これ抗がん剤分裂を抑える薬ですから、多分それで太れないんだろうな。してみと抗がん剤って究極の痩せ薬じゃないでしょうか。食っても食っても太らない、太れない。まあ腹痛くて、どうなんだろうね。脂肪吸引とかの手術するなんかするよりは縁でねえかな。まあ今だとですね、多分抗がん剤効いてるうちは筋トレなんかしても筋肉増えないんじゃないかなんて予想しておりますけれども、まあちょっとやんできたんでですね、貼っておくと NHK が来なくなる名刺を昨夜デザインしました。まあ放送法、まあこんな文言になっておりまして、書いてある内容はですね、放送法その他法律にも NHK 集金人と話さなくちゃいけない義務なんて一切規定されてないんだから、望まれない訪問は強要罪、刑法223条強要罪違反、および迷惑防止条例付きまとい行為に該当しますので110番してくださいって書いてある名刺であります。これ貼ってあんの読んでも訪問する集金人はバカか大バカで、このキチガイ無罪っていう言葉があるで怖いんで、速やかに110番がおすすめであります。名刺ですけど裏を剥がすと何やら粘っこいです偶然だな。これね、シール有権者に配ると買収じゃねえかなんて言われちゃうんで、ちゃんとね、これは名刺ですって遅刻書いたんですけどね、偶然裏がネバネバになってるんです。サイズも全然名刺ですけどって、明記しておきました。そういえば岸田総理ですね、当時外務大臣で2015年慰安婦合意の全くの当事者でした。最終的に解決なんつって、あれですね、岸田総理と当時韓国の外務大臣の、なんか頭髪が不自然っていうか、室内でも決して帽子を脱がない人いましたよね、それと並んで写ってるんですけどね、完全に解決なんて書いてありますけど、最終的に解決なんて書いてありますけど、その言葉も虚しく、慰安婦財団なんかも解散しちゃったりして、合意は完全に無視、完全に保護、完全に破られております。岸田総理はね、せっかく総理になったんだから、韓国政府に対してですね、あの時のことを覚えてっかんな、焦げにしやがってぐらい言えって、その一言であいつらビビンだからさ、真空総理、空っぽ総理のあだ名通りね、空っぽ総理は私がつけたんですけど、プライドすらないのかな。なんか何もしねえ、動かない、岸田文雄は動かないとか書かれてましたけどね。コロナをですね、赤痢やコレラよりも扱いが厳重な感染症指定2類にしておくおかしさがあちこちで出ているみたいであります。50歳以下は大丈夫だっぺということで、大阪市がですね、保健所業務の逼迫を理由に50歳以下の陽性者への電話連絡を取りやめると発表しておりました。してみと今までは陽性の人には全員電話かけて、ああしてください、こうしてください、外出ないでくださいとか言ってたのかな。それ50歳以下はそれやめるって。俺んとこには
かかってくるんだな、してみるとな。赤痢、コレラより扱いを得るのに、まあ、実態に合わせた現場の判断ですよね。大したことねえから、50歳以下は大丈夫だから、まあ、こんなもんですよね。そうすると、二類っていう指定が間違ってんだっぺ。実態と合ってねえんだっぺ。なりますけれども、まあ、いつまでやんのかな、この欺瞞な。何十年も続くですね、政府による欺瞞中とですね、これ、思い浮かびますけど、9条、武力は持たない。世界6位の自衛隊があるのに、武力は持たないとか宣言しちゃってますけど、あ、はい、なんか誰か来たと思って行ったら誰も来てませんでした。ガタッガタッて落としたんで、心霊現象でしょうか。世界6位の自衛隊があんのに、9条では武力を持たないとか言っちゃってるの、世界中からですね、日本って嘘つきなんだよな、思われないかっちゅう心配もありますね。この前もちろんですね、現実の自衛隊じゃなくて9条が悪いですよ。現実に合ってねえんだもん。だから球場か自衛隊かどっちか選べって言ったら、私は一文にもなく自衛隊を選びますよ。リアル自衛隊、球場なんか文章だけだからね。東京新聞記事、オミクロンによる死亡者の中央値は 87.5 歳だそうであります。その二類っていうのが実態に合わないっていう話ね。ネットの反応です。持ちの方が凶悪。私死んなかったんですけど、毎年毎年持ちで数百人亡くなってるみたいですね。風邪の方が危険では。平均寿命 84.36 歳。男の平均寿命より上で草。予想以上に風邪だった。俺87まで生きてる自信ないわ。なんか独身男性の平均寿命65歳ってどっかに書いてありましたけど、なんつって、何を守ってるかわからない。テレビのスポンサーの製薬会社が過去最高益だってさ。なんか闇を感じんな。平均値と中央値の違いについてなんですけど、まあ中央値が 87.5 歳って書いてありましたけど、年齢の中央値が、まあ、58歳ぐらいの100人の集団がいるとする。その中にですね、もしデーモン閣下10万58歳が1人いただけでですね、その集団の平均年齢は1000歳ぐらい上昇してしまう。10万を100人に分け与えたら1000歳ずつになるから、っていう理屈でですね、まあ中央値の方が信用できる。平均値はちょっとすごく変動するいう意味なんですけどね。まあそれにしてもですね、平均寿命より上とは驚きました。オミによる60歳以下の死亡は今のところゼロっていう報道も見ました。何テレビだったか忘れましたけど、政府の3回目のワクチン事業はですね、進んでないらしいですね。で、岸田総理焦ってるらしいんですけど、皆さん知り合いが感染してですね、なんだ全然大したことねえやなんて分かっちゃってたのかな。製薬会社が業績好調なのは知りませんでした。厚労省はですね、天下り先である製薬会社を儲けさせるために頑なに5類にしないのが、すでに天下ってる退職官僚、厚労省のね、製薬会社から給料もらってる先輩、かつての先輩に圧力かけられてんのかな。今の現役の厚労省の官僚たちが、まあ激怒しちゃいますけどね。日刊スポーツ記事、新型コロナ検査、一度は陰性になるものの後日陽性になる偽陽性が相次ぐ。とある声優さんの例なんですけど、濃厚接触して発熱したと。で、検査したら陰性が出たんだけど、同じ日に念のためしてもう一回やったら陽性だという話で、ネットの反応です。じゃなくて潜伏期間なだけ、検査では普通。父も陰性だったけど、母が陽性だからそんなもんだろうと思ってた。そんなもんだろうというのは検査があんまし当てになんない。
っていう、聞いたところ6割7割って聞きましたけどね。インフル検査も増殖がなければ陽性伝ぞ。あ、これそうですね、あの感染して、ですね、体内にウイルスが存在しててもですね、免疫でやっつけてウイルスが増えない状態だと、まあ検査でも陰性が出る。ただの潜伏期間では PCR 心理教の信者ってまだいるの。これ検査がーって言いながらですね、とにかく検査の数増やせっていう、なんか何を根拠にこんなこと言ってるのかな。ワイドショーと特殊野党の連中なんですけど、いわゆる左翼、日本人の敵どもは検査がーっつって、何でもねえのに検査やりたがりますね。検査してもですね、陽性率 10% に満たないんだから、検査の数は十分なんですよ。十分。検査する片っ端から陽性陽性陽性って出たら、あ、検査足りなさそうだな。陽性一つも出ねえんだもん。なんて話になりますけどね。5%、3% ぐらいじゃないですか、今陽性率。オミクロンを米軍のせいにしようと、潜伏期間を3日にしたところで、いろんな辻褄が合わなくなっている。っていう説もありました。なんだそれ、ね、お見の仕業か、厚労省か、学術会議の仕業が、疑いますけどね。まあ我々の生活を台無しにしたいですね。テレビと左翼ならあり得る。つうか、そうに違いないと。拡散しようかなって。米軍のせいにしたくて、潜伏期間3日経ったの。で、したから、いろいろ変なことになってる。まあちょびひげも言ってますよ。全部敵のせいにするのが正しいと。全部敵のせいにするのが正しい。ちょびひげさんも言ってますね。ちょっと雑談っぽくなりますけど、おっさんの解雇スレッド。昔は山ほど見たのに、最近とんと見かけないもん。っていうあれがありました。掲示板がありました。見かけないものね。昔はいっぱいいたのに、黒ギャル。見ねえな。つうか私、出歩かねえからな、今。電話ボックス。見ねえな。トンボ。野良犬。野良犬、その辺うろうろしてたら大変ですよね。割と田舎でも野良犬はちょっと問題になりますね。サンバさん。いないな、サンバさん。丸福の看板。これ何でしたっけ、サラ金かなんかでしたっけ。着物のおばあさん。見ませんね。私、小さい頃は結構歩いてたな、普通に。中間層。中間層が絶滅してですね、今上級国民か、貧乏人しかいなくなっちゃったっていうのは聞いてますけど、心霊番組。これ心霊写真撮れなくなっちゃったんで。フィルムの写真は結構写ってたんですけど、今、ビデオも写真もデジタルやないですか。うずんねえんだって。心霊写真が。ピコ。来てるやつ、これわかんない。ピコってなんなの。豆腐売り、見ない。昔も見なかった、うちんとこは。野球帽の少年。私も中学までは小中と外出の時は欠かさず野球帽かぶってました。なんかかぶり慣れると、かぶんないとなんか変な出かけの嫌になっちゃうんだよね。モルモン教の外国人チャリ部隊。これコロナのせいですかね、それとも日本はもう無理だわつって布教を諦めたのかな。信者獲得。日本人は神道っていうのが骨の髄まで染み入ってて、もう無理だわで、神道が日本人の骨の髄まで染み入っているっていうのは何がって言いますと、平気で無宗教です、私の言う日本人いますけど、違いますからね、全然ね、全然違いますからね。例えば神道の影響といえばですね、30年間おじいちゃんが使っていた茶碗で飯を食うのは嫌だとか、見ず知らずの人が使ったレストランのフォークは平気なのに、おじいちゃんが何十年も使った箸を使うのは嫌であるとかね。あと電柱に取り掛かれただけで立ち小便がピタリと止まるであるとかね。犬とか猿とか、言うなみてえな
そんなのもありますしね、庭でゴミを燃やす、いわきの実家では生成と燃やしてました。ある時突然大躍進ガーっていう、連中がうるさくてダメになりましたけどね。鼻水で袖がガビガビになった子供、ああいねえな、青っぱな子たらしの子がクラスに一人はいたもんですけど、今見かけないですね。立派な大人いないですね。カラスも地味に減ってね。駅前で待ち合わせしている人、これ携帯みんな持ってっからですよね。別に待ち合わせしなくてもよくなったんだな。シンナーでラリってるやつ、田舎にはいなかったな。ハンヘルをかぶらず首に引っ掛けて原付き乗ってる若者、バイク見ないもん、バイク自体見ないもん、若者乗ってないもん、手震わせながらワンカップ飲んでるおっさん、アルチュスか、少尉軍人これは古い、これ古いよ。私が8歳か9歳の時お祭りで見たっきり、それ以来見てないな。まあ、時の流れといえば、最近のですね、学校給食、カレーにはナンがつくみたいであります。左上の緑っぽい袋でナンって書いてありますよね。私の時は普通に、カレーの時はコッペパンでしたけどね、途中から、中学ぐらいから、米飯、カレーの時は米飯ってなりましたけど、未来の子供は何食ってんだろうなーって、今から、楽しみでもあり、知りたくもあり。知りたいじゃんか、じゃあ。ということで、チャンネル登録よかったらお願いします。デトックスジャパン。